皆さん、こんにちは、クレアです。今日はこちらにあります。メランジテスト。こちらを使ってバッグを編んでいこうかなと思います。 でまず一つずつご紹介しますとこちらがね春に出たメランジテイストになります色番は587番のアイボリーの色ですでアクリル80%ポリエステルが 20%60 グラム108メートルですでかぎ針は7から8号の指定になっていますこれを2本取りで編んでいきます で今季出たメランジテイストがこちらになるんですけれどもこっちら上がですね693番のダークネイビーで下の方が692番のオリーブグリーンの色です。どちらとも2本取りで編んでいきますでこれはアクリル100%で 60g108m は先ほどのメランジテイストのホワイトの色ですねこちらアイボリかの色とはあの長さは一緒なんですけれども。 785針も一緒なんですけど、ちょっとね。太さが少々違うんですね。これこっちの方がアクリル80のうんと。ポリエステル20かポリエステルが入ってる分、ちょっとね。ふかふかというか、こうガサガサ感がないんですよね。こっちの方が少々太くてこっちの方が細いかなっていう印象になっています。で、これがないかもしれないので、私このアクリル毛糸の波太。 でちょっと見てみるとどっちともまあ大体っていうかもう一緒ぐらいなので代用するならこちらのアクリルのケ糸トの波太でもできるかなと思いますで2本取りでどちらとも全部編んでいこうかなと思いますでそれから巾着型にするということなので巾着の紐ですよねそれを今回こちらを使用しようと思いますこれダイソーさんではなくてこれセリアさんだったと思うんですけれどもダイソーさんにはねこれ なんかあったんですけどちょっと太めのやつだったんですねでこうするのがすごい硬かったのでダメだなと思ってこれ多分セリアさん前に購入してたのなんですけれどもネックストラップこれの革風っていうのがあってこちらを使用していきますでネックス,ストラップなのでここのところ金具でこう止めてあるんですけれどもそれをピーっと剥がしてもらってそれで 使用できるかなと思います。これ他にも茶色とかあったと思うんですけど、これは黒ですね。黒で使用していこうかなと思います。で、その使うですね、ストッパーがこちらですね。コードストッパー。これもセリアさんのものだったと思うんですけれども、サイズはこれですね。丸型なので2 4センチかける1 8 c m ですね、横が。こちらを使っていきます。これ、紐通せるので、この。 やつに通せてこれでピュッとこう締めれる簡単にできるので、こちらを使っていこうかなと思います。で、その他に必要なものはこちらになります。で、ダンスマーカーととじ針とそれからこちらですね。これもあった方が、うんんと普通普通のまち針でも代用できるので、これニット用のまち針でちょっとね。ここの先の方がこう全然大丈夫なんですよね。 尖ってない,ので痛くないまあ痛いんですけれども針よりかは全然大丈夫な感じの待ち針用のこういうやつ待ち針じゃないニット用の待ち針とかでもいいかなと思います。持ってらっしゃる方こちらを使っていただいてで段数マーカーもあの紐を通す部分に結構印とかつけたりとかするのでいっぱいあった方がいいかなと思います。 はい、それからはさみですねで、2本取りでメランジテスト編んでいくのでこちら15針6ミリ、これを使って編んでいこうかなと思いますはい円続を10段まで編んできました大きさを測っていくと直径の大きさが約1 6ンチぐらいの大きさになってますはい、ではここから側面に入っていきたいと思います はい。それでは側面1段目、まず鎖を一つ立ち上げます。で、根元のこの引き抜いたところに、細編みを1目編み入れて、段数マーカーを目印につけておきます。で、ここのところからちょっと何段かは、細編みを編んでいこうと思っているので、隣にも細編みという感じで、1目に対して一つずつ細編みを編み入れていきます。 はい側面入ってから細編編みを3段編んできましたであともう一目残ってるんですけれどもこの時にこっちのメランジテイストのこっちですねオリーブグリーンこれに色チェンジしようと思いますまずは細編みの未完成を作ってからこっちの色で一度引き抜きます一度引き抜くでこっちの糸はまだ使うので置いといてもらって で、こっちの糸も糸処理後からしようかなと思うので、それぐらいに残してみてください。で、細編みの頭ですね。ここに入れてで引き抜きます。はい。これで糸も変えれたので、次はこっちの糸で模様編みを編んでいこうと思います。 はい。それでは、模様編み1段目になります。で、模様編み1段目からもずーっとま長編みとか使って編んでいくんですけれども、一番最初の立ち上げからも長編みにしようと思っていますで。長く引き伸ばすこの立ち上げ方法っていうのがあるので、そちらを使ってやっていこうかなと思います。で、普通にまあ鎖を1つ立ち上げて、まあ、長編みでも大丈夫です。この方法でもできるので、鎖3つで編む ちょっと、うん、でもできるんですけれどもまあ、うん、鎖3つでも大丈夫です。で4つ目にまあ、鎖をまたつけるんですけどこれで長編みを入れるっていう方法でも大丈夫です。でも一応鎖じゃなくて長く引き伸ばす立ち上げ方法っていうのでやっていきたいと思います。で長く引き伸ばしてですねぐるっと引っ掛けて中指で押さえたまんまでずっと押さえたまんまで根元のところに入れます。 ちょっとここ最初入れにくいんですけれども引っ掛けてきて引き抜いてきて最初のこの2本だけを引き抜きます中指でずっと押さえたまんまで2本だけを引き抜いてで手を離してからかけて次の2本を引き抜くというやり方です下の説明欄にあるのでよろしければそちらもご覧になってみてくださいで横を向けるとここに鎖っぽいところが見えるんですねここに最後引き抜くのでつけておきますここです こんな感じでちょっとここ真ん中のところが鎖っぽくなってるんですよねちょっと今見えないんですけれどもなっているところがあるのでここにつけてみてくださいでその後に鎖を一つ緩めに編みますなので鎖3目で立ち上げたらさっきもやったんですけど4目目も鎖になりますで次に同じ目に長編みを一目編み入れます,すいませんこれキュッ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 言うんですよねメランジュってこんな感じ 長編みの立ち上げ鎖長編みを1目という感じで編みます。はいで編んだら1つ抜かした。その次。ここに細編みを編みます。これワンワン模様1。模様ですね。1つの模様でまた1つ開けた。次の目に同じような感じで、長編みで緩めに鎖で。また長編み。編み入れます。 でそのままで1つ抜かした次の目に細編みでかけてから1個抜かした次に長編みで緩めに鎖あともう一回また同じ目に長編みを編み入れますで1つ抜かしてで細編みはいこんな感じですこれでぐるっと一周編んでいきます ぐ、はい、るっと一周編んできまましたででで最後は細編みで終わってるかなと思いますで一番最初のこの段数マーカーつけておいたところここに引き抜くんですけれども引き抜く時に今度はメランジのアイボリーこの糸に変えますこちらの糸は終わりでちょっと右に置いておきますねでこっちも右に置いている状態で使わない糸は右で使うこれから使う糸は左というふうな感じでやっていきます はい。そしたら、このメランジのアイボリーの糸で一度引き抜きます。で、こっちの方もちょっとぎゅッっと引き締めておいて、こっちはまた後で糸処理しようと思うので、まあ糸処理できるぐらいに伸ばしておいてみてください。はい。では、模様は1段目終わったので、次2段目に行きたいと思います。はい。それでは、まず鎖を1つ立ち上げます。で、今度から編み入れるっていうのが、この v の 同じところです V の同じところここに1本2本入っててもう一回ここ入れなきゃダメなんですけれどもすごいキツキツになるんですけれども長編みを編み入れて鎖を2つ編み入れて長編みを編むっていう感じなのでここ4本入るんですね。けど頑張ってちょっと入れていきます。頑張って入れてみてください。かけてからまた同じ目にちょっと入れますね。 で引っ掛けてきて引き出してきてかけて日本を引き抜いて日本を引き抜きますで一番最初のこの長編みの頭にダンスマーカーをつけておきますここまた引き抜くところですそしたら次に鎖を2つ編みます12、はい、通常よりかはちょっと緩めの方がいいかなと思うんですけどうんあんまりきつく編まないでくださいこの鎖 でまたかけてまたもう一度同じ目に入れて長編みを1目編み入れますはいこの段はこれの繰り返しですかけてもうこれ細編み、細編みすいません細編みは編まないんですね細編みの代わりにここ鎖1目だったのが2目に増えてるっていうだけなんですけれどもそれでいきますまた V のところ同じ場所に入れてもらって長編みと鎖が2回 たつですねでまた同じ目に長編みを編み入れますはいそしたらまたかけてから部位のまた同じ目に入れて長編みでまた鎖を2つですねにとちょっとちっちゃくしょにと編んでまた同じ目に長編みを編むという感じです こういいいっっったた感じでででぐぐるるとと編んききまますは周したそしたらですねここまあ細編みのところは何も編むことがないので残っている状態で一番最初のこのダスマーカーつけておいたところここに引き抜くんですけれども今度はアイボリーの糸アイボリーじゃないやダークネイビーですすいませんこの糸で引き抜きます。 ちょっとこっちの糸をぎゅっと引き締めますこれで2段目終了ですで順番順番にこのオリーブーグリーンそれからアイボリーでダークネイビーの順番で編んでいくことになりますはいでは次も弱み3段目に行きたいと思いますはいそれでは次3段目なんですけれども3段目はまたちょっと入れるところが。 まあ、編み方自体はずっと一緒なんですね。この編み方になります。長編み、鎖2目、長編みっていうのは同じ目に一つに編み入れるっていうのは同じなんですけれども、今度編み入れるのが、この前々段でこう、V 作ったとこあると思うんですね。長編み、で、鎖が1目、長編みだったと思います。1段目は。そこの鎖の部分に編み入れます。っていうと、ここですね。ここのところに、まあ入れてもらうと、後ろにこう、 グっと出すとですね本当だったらここですねここ白と白の間のところに出るんですけどそこに編み入れていきますちょっと最初のこの段だけが編み入れにくくって次上からは編みやすいかなと思いますまず鎖を一つ立ち上げてここですねこの部分に入れると後ろを向けるとここにこうちょっと出てくるんですね ここのところに長編みとで鎖を2目でまた同じ目に長編みをあらら長編みを編み入れます、はい、で一番最初の長編みの頭につけておくとわかりやすいかなと思うので付けてみてくださいわかる方は全然大丈夫ですでその次にまた同じくかけてから ここですね見にくいかもしれないんですけどここのところちょっとキュッキュッキュッとして入れるとここにブシュッとこう出てくるんですねここのところに。なのでちょっと変なとこに引っ掛けないようにしてここで長編みと鎖が2目でまた同じく同じ目に長編みを編み入れます。はい でそのまんままた次のところここをね最初こうかぎ分けかぎ分けじゃないやこうやらなきゃいけないのがちょっと大変なんですけどこの段だけなのでまあそんなあれですねはい <laughs> こんな感じで編んでいきますすみみみ鎖2目長編編をここのととろにですね編み入れていいいきたいと思います。 はい。ぐるっと一周編んできました。そしたらまた同じような感じで最初のダンスマーカーついているところに引き抜くんですけれども、また今度オリーブグリーンの色に変えます。こっちの色は右に置いておいて、オリーブグリーンですね。ちょっとここのところバッテンになったりするんですけれども、そのままもう引き抜いちゃってください。よいしょ。オリーブグリーンに変えました。はい。で、ちょっと引き締めて、今度1、2、3、4段目ですね。 では次4段目編んでいきたいと思います。はい、そしたら4段目も3段目と同じような感じです。鎖を1つ立ち上げてからえー、っとまたここですね。前々段っていうと、このアイボリーのところ、ここのところに編み入れるので、ここもキュ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 と入れるとここに出てきます。ここにショット。こんな感じで出てくるので、ここで長編みと。鎖が2つ。 でまた長編みを編み入れるということになります。そうするとこう VVV っていうのがつながってってこうガチャガチャガチャってもジグザグ模様みたいな感じになっていくのでこれでうんと何段か模様編みを編んでまた上のところは細編みを編んであのショルダーとか。 えと紐の部分ですねを編んでいこうかなと思うので数段はこの糸で交代交代に編みながら上まで上げていこうかなと思います。はいこんな感じでで模様編編みを15段編んできましたで今このダークネイビーの色で終わっています。 でこのところにひ紐を通すのも作ってもいいかなとは思ったんですけど今こうやってするとちょっとなんか小さい、まあ、これはこれですごい可愛らしい巾着になってほんと巾着って感じになるので可愛らしいんですけれどもちょっとねバッグとして使用すると思ったらもうちょっと高さを出してここにあの紐通しの穴を開けた方がやっぱりいいかなと思うのでそうしようかなと思います。でここのの上からはこっちのネイビー ですね、ダークネイビーの色だけで編んでいこうと思うのでこっちのオフホワイトとオリーブグリーンの色は終わりにしようと思います編みくるむん分細編みを編んでいこうと思うので編みくる分だけ編みくるむ分だけ残してちょっとカットしますねで半分ぐらいは残ったかな残りはこれだけでしたね半分は残ってるかなっていう感じなのでこれで1玉分ぐらいあるかなっていう 1>, 1玉うんもうちょっとあるかなこうなので1玉以上はあるかなと思います、うん、の感じに残りましたはいでこっちの方を切ってしまったのでこれを終わりにしてでは次編みくるみながらここのところ細編みを編んでいこうと思いますはいそれではまず鎖を1つ 立ち上げて根元のところに1つ編み入れますで糸端を編みくるみながらしようと思ってるのでちょっとこれいっぱいあるんですけれどもこれをかぎ針のこう上に置いてそれで細編みを1目編みみを目ますでダンスマーカーつけておいてわかるので <laughs> 分かる方はつけなくてもいいんですけれどもわからない方はつけてみてください。 で、そしたら今度 V のところあると思うんですけれども、ここ V 取っていた時にこの前前段のここに入れて取ってたと思うんですね、長編みを。なので、ここのところにまた入れてもらって、細編みをこれで1目編みくるみながら編んでもう1目また同じ目に編み入れます。で、長編みの頭、ここ取って細編みを2つ編み入れました。 そしたら次、えー、と4目目のところはまたこの長編みの頭を取って編みくるみながら細編みを一目。で次はまた長編みの頭。よいしょ、なんか。はい。長編みの頭。そしたらこの V のところ、また下のとこですね。ここに入れて長編みを2目編み入れるという感じです。はい。 こんな感じでくるっと一周編んでいきます。はい、こんな感じで2段だけ細編みを編んできました。で、今ダンスマーカーついてると思うんですけど、この上の段、ここでの紐を通す場所ですね。それを編んでいこうと思ってつけてあります。で、これ円底なので、どこをちょっと、まあ、真ん中とか左とか持ってっても大丈夫なんですけれども、一応私は右端にこの引き抜いたところが来るように 設定をしてありますでこれはもう後ろでも左端でもいいんですけれども真ん中にはならないような感じでしていただけたらなと思います。でだいたいこの真ん中のとこら辺ですよね。に一応真ん中の目印の私いつもドピンクつけてるんですけど目印のダンスマーカーをつけてあります。で今回もう簡単な感じでどこにこう紐を通す場所を作るかっていうのを。 簡単な感じでしようと思ってるんですけど、まずこれあの V のところの2目、細編みを編み入れたと思うんですけど、ここのところを鎖にしようと思います。で、それ以外はもう全部細編みっていうだけにしようと思ってるので、この真ん中のところは、ここはもう真ん中っていうことなので、あの鎖にはせずに、この右と左と今白いとこつけてあると思うんですけど、ここからです。ここからもう鎖にしようと思います。なので、 ここは真ん中なのでずっと細編みで、でここのところ細編み2目編み入れたところこれが鎖、ここから鎖ですよっていうので、まあ一応この一番最初だけつけてみましたこことここ、でここは細編みでここ鎖2目で細編み鎖2目っていう風な感じでしていこうと思います。はいそれではまず鎖を1つ立ち上げて。 私の場合は、ここが鎖、鎖になります。ここのところ。なので、まあ最初の目は細編みになるので、細編みを編むんですけれども、細編みを編んで、まあ段数マーカーつけておきますね。わかりやすいように。ここにまずは段数マーカーをつけておきます。で、この部位の2目ですよね。中の細編み2目編んだところが鎖になると言ったので、ここのところ鎖にします。ちょっと、あんまりきついより、 緩めの方がいいかなと思うので、鎖を2目編みました。この目にまた細編みあるので編むのでちょっと緩めの方がいいと思います。で、ここ2目ずつ抜かした次ですね。ここのところがまた細編み。で、次も細編み。はい。で、この2目細編み細編み編み入れたところが鎖になるので、ここがちょっと緩めに鎖。ちょっと取って。 ここを抜かした次の目からまた細編みで、細編みで、こことここが鎖になるので鎖を2つ編みますで、取っちゃいますで、次は2つ抜かした次の目のところに細編みで、細編みで、ここは真ん中のところなのでもうずーっと細編みですここだけずっと細編みよいしょ。 取っちゃいますすでででここここもも細細編み細編みみね、はい、そしたら次のところがこの真ん中細編み2目編んだところが鎖になるので鎖を2つで細編みでもう1つ細編みという感じです。 この真ん中のところだけずっと細編みで、後のところはこの中の細編み2目編んだところが鎖になります。はい、こんな感じで後ろのところも同じような感じで編んでいっていただいたらいいので、ぐるっと回って引き抜いて、で、ぐるっと一周編んでみてください。はい、ぐるっと一周編んできました。で、こんな感じで V の中細編み2目編んだところの上は鎖を2目編んでいる状態です。 で一番最後私は細編みを1目だけ編んで終わることになっています。で一番最初に編んだ細編みの頭に引き抜きます。はい。これで穴あけの部分が終了というか終わったので今度上はもうちょっとだけ。 細編みを編もうかなと思います鎖を一つ立ち上げて根元のところからそのまんまですで私は次鎖になるので鎖の部分は2つ開けた分の細編み2目を編み入れますこんな感じですちょっとこれ色がすっごい濃いので見えづらいかもしれないんですけどこういった感じですで次のところをまた細編み細編みと2目編んだら鎖のところに来るので同じように 鎖2目分の細編みを編み入れるという感じでぐるっと編んでいきます。はい、こんな感じで鎖2目のところ、細編み2目編んでぐるっと一周編んできました。そしたら次、上の段、鎖を1つ立ち上げて、またここからは普通に細編みをですね、この1つの目に対して1つずつ細編みを編み入れていきます。 はい。ぐるっと一周細編みを編み入れてきました。で、ここでもう終わりにしようと思うので、もう今回引き抜き編みはせずに終わりにしたいと思います。糸処理できるぐらいにカットして、で、抜いてもらって、また引き抜いたとこですね。ここに入れてもらって、かけて裏に引き出しておきます。はい。できたので、これで中の糸処理もしていこうと思います。 はい。とじ針に糸端を通したら、まあ適当なところですね。細編みの足とかに入れていただいたらいいかなと思うので、これで入れていきます。はい。入れたら、キワでカットして、一つ糸処理完了です。で、中の部分もちょっとあると思うんですけれども、 編みくるんだとことか一番最初のとことか糸を繋いでるところになると思うのでここのところもちょっと結んででこの細編みのところにシューッと渡らしていただいたらいいかなと思いますここ引き上げたところですねこれは編みくるんだところになるので編みくるんだところはカットしていきますこんなもんかなですね はい、そこの部分ちょっと私しちゃったんですけどこれも中心に沿って入れていただいたらいいかなと思いますはいで糸処理も終わったら次はショルダーの部分を編んでいこうと思いますはい、それでは持ち手も15針6ミリを引き続き使用して編んでいきますで糸端でかがっていこうと思っているのでうんと30センチぐらい残しておいた方がいいかなと思います340センチぐらいあった方が ちょっと安心でできるので長い、うん、長く伸ばしておいてでここから鎖を私は76目編んでいこうと思いますでこれはお好みのショルダーの長さなのでまあ、人の背丈によっても多分、うん、若干違うかなと思うんですよねなのでご自分のお好きな感じのショルダーに合わせて編んでみてください私はとりあえず76目編んでいこうと思います はい。鎖を76目編んできました。で長さを測ってみたら、63センチぐらいの長さになっていました。で、ここからですね、細編みの往復編みで編んでいこうと思います。はい。それでは鎖を1つ立ち上げて、今立ち上げたところの次の目、2目目ですね。ここの裏山、これを取って、まず細編みを1目編み入れます。<laughs> はいで往復編みで編んでいくんですけれどもわからなければまあ細編みの頭ですねここに段数マーカーをつけておくと分かりやすいかなと思います。でその次の目の裏山に入れて細編みという感じで往復編みなので反対まで行ってで鎖1つ立ち上げてまた編んでいくという感じでぐるるずーっとですね編んでいきます。で 2段ぐらい編んでいいかなと思うのでその周りに編んだ後にずっとぐるっと引き抜き編みをしようと思っているので、まあ、2段か3段ぐらい編んでそれからですね引き抜き編みをしようと思いますこれもご自分のお好きな感じで編んでいただけたらいいかなと思うのでもう好きな幅ですねそれで編んでみてくださいはい細編みの往復編みで2段編んできました そしたら私はもうここで終わりにしようかなと思います。で、次はですね、ここの周りを一周引き抜き編みをしていきたいと思います。はい、それではですね、ここのところは段ごとに一つ一つ引き抜き編みをしたいと思います。で、こっちを見ると、ここに細編みの足が見えると思うので、まずは足のところに入れて、これで引き抜き編みまずは一つ。で、 ダンスマーカーをこの鎖の半目のところですねちょっとこれ暗いので見づらいかもしれないですけどこんな感じでつけておきますはいでそしたら次次の段ですねここのところどこでもいいのでちょっと引っ掛けれるようなところがあったらそのところに入れてみてくださいこれ10号針なので入れにくかったらちょっと9号針とか8号針とかに変えてもらって入れていただけたらいいかなと思います はい、これで2つ編んだら次こっち向けると鎖がずらーっと並んでると思うんですけど、一番端っこの鎖から引き抜き編みをします。鎖の部分にここですね。入れてもらって引き抜き編みで、その隣の目にも入れて引き抜き編みという感じで鎖にずっと引き抜き編みをしていきます。で、ここの端まで来たらここの部分のところも。 一段ごとにまあ一目ずつですね引き抜き編み引き抜き編みをしてこっち見るとまた鎖が見えると思うのでここのところ一つ一つを取ってまた引き抜き編みをするっていう感じでぐるっと一周編んでいきますはいぐるっと一周引き抜き編みをしてきましたそしたらここでチェーンつなぎをするんですけれどもこっちの端の方もかがる分を残してカットします でこちらの方を引き抜いてでチェーンつなぎをします。はいとじ針に糸端を通したらこの半目でダンスマーカー半目につけておいたところに通してでちょっと引き締めてからこれが出ているところになるのでちょっとほんと見づらくて申し訳ないんですけれどもここですね半目のところにまた通します。 でちょっと指でキューッとしてこれをですね端までちょっと持っていきます端でかがりたいのでこう通して端まではい持っていきましたでこっちの段スマーカー取ってもらってこれでショルダーの部分ができたので今度は本体につけていこうかなと思いますはいそれでは持ち手をつけていく前に持ち手の場所を確認していこうかなと思います ででここれが真ん中の位置につけておいたところです長めにこう細編みが入っているところが真ん中ってわかると思うんですけれどもそこから数えてこれ真ん中から数えて穴が123と3つ開いてると思うんですけれどもそのとこですねそのとこと4つ目の間ぐらい。 を、こう、付けるような感じにしていった方がいいのかなぁと思って、こういった感じにしました。1,2,3,3つ目と4つ目の間。っていうのが、こう、半分に折った時に、こう、右端と左端になるので、ここに、まあ、ダンスマーカーを付けておきました。で、閉じ針じゃないや、待ち針とかで、こうやって固定しておくと、付けやすいので、もう、こっちはちょっと1個付けちゃったんですけど、こういった感じで、あの、止めておいてください。で、糸端で、次はかかっていこうかなと思います。 はいそれでは3つ目と4つ目の穴の間にこうつけていこうかなと思いますで位置的には私はこれぐらい穴のぐらいかなっていうこれぐらいにしようかなと思いますそれで肩にかけたらまあいい感じの長さだったのでここにしてまとめてあるんですけれどもとこっちが表ですねチェーンでこう見えている方引き抜き編みをした方が表なので裏を向けてですね こっちが裏側です。これで付けていきます。で、私はちょっと間違えたので、ここ紐付いてないので、<laughs> ちょっと付けますね。皆さん多分付いてると思うんですけど、ちょっとあの、試作をしまして、ちょっと失敗した部分がかなりありますので <laughs>。はい。で、糸端を、うんと、糸処理できるぐらいに残しておいてください。はい。で、まず端の方からちょっとかがっていきます。ここですね。 まず一回こうどこでもいいので多分端っこのとこら辺ここら辺とかを、えー、入れてもらってちょっとかがってみてくださいね一度。はい、でここでギュッとできたので次からがちょっと取ってもうほんと、あのー、かけれるところと。 まあ、ここだったら鎖のとこですよね。そこをかがっていくっていう感じです。それで、ちょっと上までかがっていきます。はい、まあ、二目ぐらいいったら、上のとこになるんですけれども、そしたらですね。ここのところを、ちょっとぐしんぬいというか、表裏に出してやろうかなと思います。どこでもいいので、さしてもらって。 そうすると、よいしょ。ここの鎖のところに出ると思うんですよね。鎖の下、ここに出たらオッケーです。ここに出なかったらちょっとあれなので、この鎖の下のところに出してみてください。で、次はまた鎖の下のところですね。この鎖の下、こっちの方がいいか。ここですね。鎖の下のところをこう行くような感じにすると、鎖の下で。 こんな感じで、全然わかんないので、どこに刺したかっていうのが。これで、上下、上下、えっと、表、後ろ、表、後ろで、こう、塗ってもらって。ここのところは、かがるだけです。で、ぐるっと一周、編んでいく、という感じにします。はい、ぐるっと一周、かがって、これました。そしたら、ここのところを、ちょっと一回、ぎゅ。 と結んでしまって、それでも中に入れて終わりにしたいと思います。この中のところですね。こううじゃうじゃーっと行って、ちょっと遠くの上の方に飛ばすっていう感じです。もう一つの方も同じようにします。はい、二つ。 上の方に出したので、これでギュアでカットして終了です。はい。で、中のところも糸処理もしてありますし、あとは紐を通して終わりになります。はい。それでは最後に紐を通していきます。ここが真ん中のところなので、その左のその穴のところから順番に入れていきます。 はい。紐を通せました。そしたら、ストッパー。これですね。これを通していきます。はい。こんな感じですね。これで完成なんですけど、この下の部分を、まあ、お好みの長さに出していただいたらいいかなと思うので、私はもうこのまま ストラップそのまんまにしようかなと思ってますちょっとこれぐらいかなはいこんな感じにしておきますでこれをちょっと下の方をカットしますはいちょっと斜めにカットしちゃったんですけど <laughs> これで出来上がりですこれをシューッ とするとこんな巾着になるのではいこれでバック完成しましたはいバッグも完成したので最後に大きさだけ測っていきます口のちょっと下のあたりで測ってみると20、うん、25センチぐらいですかねで上から下まで測ってみると だいたい、今、二十三センチ、二十二、三センチぐらいですね。で、そこの部分は、円底編んだ時にお伝えしたぐらいの大きさになっています。で、ショルダーの部分を測ってみると60、六十、六十センチぐらいだったような感じですね。このね、付け根というか、ここから測ってみますね。ここから測った方がいいので。 してみると61センチ61センチ2センチぐらいかなっていう感じで、私のショルダーにはまだいたいぴったりかなっていう感じの大きさになってます。で、中のところも結構入りますし、日本取りで編んでるのですごくしっかりしてるし、まあ内布をつけた方がもっとあの強度があるというかになるかなと思うので、内布もつけてご自分のマイバッグにしていただけたらなと思います。はい。 こんな感じです。はい、今回はこういった感じのワンショルダーの巾着バッグ編んでみました。ジグザグ模様ですね。これはい皆さんも編んでいただければなと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が良ければ高評価。それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。